ニーハオ、私には高級すぎる、もう二度と泊まれないかもしれない、シャングリラホテルキュフをご案内しようかと思います。私が泊まってるのは7フロアですね。これやっぱり車椅子の方考えてですかね、非常に、ボタン低い位置にあります。やっぱり泊まることの喜び、高級感というのがまあこういうところからありますね。ですぐ分かりやすいような案内表示板です。ちなみに私の部屋は725号室です。ということはこちらですね。もうこのふかふかのカーペットたまりませんね。新しいですはできて1年も経ってないんじゃないですか。はい、725号室です。ここですね。じゃあ入りましょう。ちょっと散らかってるのでごめんなさい。鍵はこんな感じのカードキーですね。それを差し込めば電気がつくというものです。はい、まずはバスルームですね。ちゃんと大きなバスタブがあります。タオルはこんな感じでセッティングされてます。で、こちらが洗面コーナーですね。やっぱり泊まることの喜びですね。もう全然違います。で、独立したシャワーブースがあります。おしゃれですね。トイレですね。何気なく高級ですね。ただウォシュレットではありません。ウォシュレット中国では一つだけ、生徒この間の第3次中国遠征の時のツアーで泊まったホテルの高級版が、ウォシュレットになってます。でここがまあ大体トランクとか置く場所ですね。これは私のスーツケース、結局鍵が壊されてしまったんで、無残にも私が持参したナイフでカッターでこういうふうにですね切り刻んで事なきを得たというか、とりあえず緊急的に開けました。モダンアートですかね。いいですね。でこちらがですね、セーフティーボックスですね。でここに、スリッパがあります。スリッパも見てください。やっぱりちゃんとしてますね。持ち帰りできるでしょうね。ここハンガーじゃないんですね。いろんな、まあ、荷物とかを入れるケースになってます。ここはハンガーじゃありませんで、ハンガーは別なところにあります。そうです、こちらです。ハンガーですね。汚いズボンですいません。こちらバスローブですね。これはエクストラベッドとか使った時のでしょうか、それが寒い時のためですかね。ズボンプレッサーもありますね。アイロンもそこありますね。至れり尽くせりですね。でいよいよ部屋の前景ですね。部屋はこんな感じですね。もう私が泊まったホテルの中ではもう間違いなく一番です。はっきり言って高級すぎますね。こういうのに泊まると自分がなんか偉くなった、金持ちのような気がするんで、それはいけませんね。下手なビジネスホテルなんかよりかも、このビジネスができるのっていうのはもう最高ですね。めちゃくちゃ明るいんですよ。だいたいホテルっていうのは暗くしてるっていうのがほとんどなんですけども、それが明るいっていうのは非常にパソコンでいろいろやるものにとってありがたいですね。もちろん湯沸かし器とかあって、で実はですねここに、冷蔵庫があるんですけども、やはり貧乏にはダメですね。洗濯をしてここがあったかいんで、それを乾かすためのものに使ってます。こういう人は
シャングリラホテルを使っちゃダメですね。もう貧乏丸出しですね。これがミニバーですね。値段を見るとびっくりするような価格なんで、私はこちらのおそらく無料と思えるコーヒーだけを飲みました。今映ってないですけど、ミネラルウォーターは、ただですね。で、冷蔵庫の中がどういうふうになってるかというと、こんな感じでなってます。ちなみにビール、チンタオビールですが30元です。で、私は無料のミネラルウォーターをここで冷やしています。これが冷蔵庫ですね。で、ここからの眺めですね。眺めもいいんですね。こんな感じで眺めです。7階ですけども、一般のマンションとかだったら8階9階ぐらいでしょうから、眺め的にもいいですね。もうベッドはこんな感じですね。もうたまりません。これ1万3000ちょっとですよ。私にとっては大金ですけども、そんなに手の届かないものじゃなくて、これだけのホテルに泊まれるっていうことは、まあ一生に何回かこういうことをしてもいいんじゃないでしょうか。今回は中国連続遠征4回目、海外旅行5ヶ月連続の最後っていうことで、まあちょっと自分へのご褒美も兼ねて奮発しました。でですね、これが番組表ですね。ですね、これの37番見えますかね。 NHK もありますね。 NHK もあります。これが、こちらのがですね、要は、まあ押し金と書いてますが、要はデポジットです。さすが高級ホテルだけあって、デポジットの金額も半端じゃなく500元ですね。昨日2万円を両替してよかったです。1万円だけだったらほとんど金がないところでした。で、ぐるっと行ってですね、これが昨日バスの中で仲良くしてもらった上海から来てる、彼の名刺です。まあ帰って、メールか手紙でも書こうかと思います。まあそういうことで、今日は趣向を変えて、私にとっては超高級ホテル、シャングリラホテルの、案内を終わります。シェシェ在前。